今回は土屋太鳳さんを紹介します1995年2月3日生まれ日本の女優東京都出身ソニーミュージックアーティスト所属夫はジェネレーションズフロムエグザイルトリーブの片寄せ良太2005年角川映画ソニーミュージックヤフー ジャパンが合同で実施したスーパーヒロインオーディションミス・フェニックスにて審査員特別賞を受賞。同オーディションの受賞者の中では最年少。初仕事は2007年12月1日より放送されたカプコンのゲームソフト WE ・ LOVE ・ゴルフのテレビ CM 松原剛監督。2008年に公開された東京ソナタで映画デビューを果たした。 その撮影現場で、共演者の香川照之、須田幹二と交流し、彼らの仕事ぶりを目の当たりにしたことで、女優への決意を強める。2008年、ジュニアファッション誌、花アスタリスク CHU、主婦の友社のニューフェイスオーディションを経て、専属モデルとなった。同年、約500名の候補者の中から、劇場版、釣り吉三平のゆりっぺ役に抜擢され、 主人公三平の幼なじみを演じる2010年芸能活動が許される高校に入学女子校で在学中は創作ダンス部に所属し仕事の合間を縫って全国大会にも出場した同年 NHK 大河ドラマ「龍馬伝」でテレビドラマ初出演主人公坂本龍馬の姉坂本乙女の少女期を演じた2011年 鈴木先生テレビ東京で連続ドラマ初レギュラー出演キーパーソンとなる女子生徒小川曽義役を演じ注目を浴びる2012年10月当時の所属事務所ウエストサイドの九州合併に伴い親会社で現在の所属事務所であるソニーミュージックアーティストへ移籍2013年浜松市天竜区三作墓町を中心とした地域振興プロジェクト 映画『果てぬ村の皆』の松下栞奈役にて初の主演を務めた2013年3月高校を卒業同年4月日本女子体育大学体育学部運動科学科舞踊学専攻に入学多忙のため出席日数が足りずストレート4年間での卒業はかなわなかったその後も留年を重ねたが2021年3月15日 入学から8年がかりで卒業にこぎつけた2014年 NHK 連続テレビ小説「花子とアン」出演期間中に2015年上半期放送の「まれ」のオーディションに参加し2020人の応募者の中からヒロインに選ばれるヒロインのキャラクターが活発なイメージということから役作りのためにデビュー以来のトレードマークだったロングヘアを 40cm も切った 今作では、オープニングテーマ曲「のぞみ空まれ空」の一番の作詞を担当した。なお、二番の歌詞は一般公募で、土屋も審査に参加した。2017年、初めての洋画吹き替えとなった劇場アニメ「フェリシーと夢のトウシューズ」では、主題歌「ヘリシエス」の作詞と歌唱も担当した。2018年12月30日、第60回輝く。 日本レコード大賞 TBS で安住紳一郎 TBS アナウンサーと共に総合司会を務める2019年1月19日より12月19日まで日本テレビ系バラエティ番組グルグルナインティナインの企画グルメチキンレース墓地になりますでパート20のメンバーとしてレギュラー出演した2019年12月30日第61回輝く 日本レコード大賞 TBS で安住紳一郎と共に総合司会を務める2年連続2020年12月10日 Netflix 制作の主演ドラマ「今和の国のアリス」が全世界同時配信された2023年1月1日ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トリーブの片寄涼太との結婚と第一子妊娠を合わせて発表した人物 憧れの人物は円や中島美香、柴崎幸、チャラ、みんな自分の声を持っているから、トム・クルーズ、ジョニー・デップ、香川照之、青い優。尊敬する人は家族。父親は秋田県出身、母親は広島県生まれで九州出身。兄弟は2歳上の姉。 土屋ほのか1992年8月26日30歳と2歳下の弟土屋新馬1996年4月4日27歳がいる親戚にはバリトン歌手の土屋浩二郎がいる心の師匠として挙げる人物は佐藤健出川哲郎井本綾子鈴木良平座右の銘は自分を信じる感謝 ご飯をよく噛む。テレビ東京のドラマ「鈴木先生」公式サイト内のプロフィールでは「LASTONE スタンディング」「感謝と初心を忘れない」を挙げている趣味趣味は読書映画鑑賞音楽鑑賞スポーツドラマ「鈴木先生」公式サイト内のプロフィールでは映画館に1日いること空の写真を撮ることを挙げている特技 特技は、3歳から習い続けている日本舞踊、クラシックバレエ、ヒップホップダンス、シャミセン、シノブエ、小太鼓、陸上、ピアノ演奏、家事、洗い物や料理、小さい子の世話をすることが得意、乗馬、スキー、バスケットボール、こんな土屋太夫さんですが、これからの活躍に期待したいですね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。